こんにちは。総合生態サロンブリスの竹谷です。本日は動画をご覧いただきありがとうございます。と本日はですね、頸、えー、椎ヘルニア、頸椎症、頸椎症性神経根症に、えー、なった場合の病院とかですね、他の施治院での対応についてお話しさせてもらいたいと思います、えっと。病院ではですね、どのようなことが行われるかというと、やっぱり痛み止めとかシップが出されて首をけん引すると。 いうような形が一番多いですね。あと、電気治療といって、えー、低周波ですね。あえー、病院の場合、中周波ですね。を行われることが多いです。そして、あと、痛み止めではなく、リリカという神経性疼痛の薬。これがね、 あの、非常に多く出されますね。で、残念ながら、これで治ったかというと、治らない人が多いですね。まあ、残念ながら、この、頸椎変異や頸椎症性神経根症の人にはリリカを出されるんですが、皆さん飲んではります。残念ながら治らないっていう人が多いです。えー、でも、病院側としてはもう、これ以外に方法はないのかなという感じですね。で、ある医師 あの、当院に来られたんですけれども、その人にもちょっとお話しさせてもらってですね、リリカとかあんまり良くないと思いますけどね、って言ら、あリリカはもう絶対あかんって言うてありましたね。<laughs> どういう理由かわかんないです。そこまでは突っ込まなかったんですけどね。医師ですらそういうふうなことをお話しされてましたね。で、次ですね、病院ではですね、よくあるのが、治らなければ手術、過切るしかないと言われたと。 これもよくあるパターンですね。逆に言うと、その、手術以外に方法がないんですよね。あの、薬を飲んで、シップを貼って、首の牽引して、電気治療して、それに治らなければ、もう手術しか方法はない。それが病院という形になりますね。はい、次ですね。ストレートネックが原因だと言われたが、かといって何もしてくれない。 ストレートネックになってるから、こういった症状が出るんですよ、と言いながらですね、首の検移したりとか、痛み止めを飲ましたりとか、えー、首の牽引をしてくれると。でも結局治らないじゃないか、ということですね。であと、えー、整骨院に通っても、病、え電気とマッサージだけで全然よくならない。これもよくあることですね。で、針にも他の整体に行ったけどもダメだった、という方が多いです。 つまり、あの、なかなかですね、首の症状というのは病院にしましても、整骨院、他の施術院に関しましても、なかなか治せないっていうのが現状のようです。ですからね、いったと、あの、当院にはね、たくさんの方が来られてるんですけれども、あの、皆さんね、いい結果を出していただいても、もちろんね、残念ながら、あの、100%全員に満足していただいているというわけではないです。 ただですね、もう感覚的なお話になりますけれども、8割以上の人はね、みんな満足していただいてるっていう感じはあります。でぜひですね、皆さんもね、来ていただけましたら、あの、満足していただけるように頑張って施術をさせていただきますので、ぜひご検討ください。失礼します。